鳥取県鳥取市の鳥取城です。現在天守閣はないんですが、その天守台は残っています。それと復元された城門とか石垣、堀、井戸などは残っています。戦国時代の末期、1580年に秀吉が第一次鳥取城攻めで3ヶ月間の籠城をさせた末に、これを降伏させて心中させたということです。その後いろんな経緯があって、秀吉は2度目の鳥取城攻撃をすることになり、兵糧攻めをまた行った末に開城させたということです。そしてこのお城の歴史として6度の開城と落城、これに見舞われたというんですね。数奇な運命をたどったお城です。